ができれば何でもできるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、あの僕が来た時やってたんだけど、あのやっぱりこうやるよってこう気配を見せないっていうね、それが大事なんだよね。これやらないよっていうつもりでやらないと、あのやるよってつもりだと彼女は身構えたり、ほら反撃してきたりするから、でやらないんだよって、そういう日いないんだよって、そういういないってくなる練習だと思ってるのね、気配としてだから、そういう意識でやった方がいいんじゃないかな。いろいろな方法あるんですよ。ギューってこうやってこの接点で、でもあのなんていうのかな、武道としてやるのはやっぱりいなくなって気配消してた方が勝ちだから、だから自分の気配を消して相手をやっつけちゃうって、そういう形じゃないですか。だからここの気配を、ここの自分の気配を消すっていう、そういう話で、ポンってね、なんか消したうちにパンってやるって、そういう形だと思うんですね。じゃあ転換から、じゃあやりましょう。来た時にもういないっていう、そういう風にやらないと、ね、来た時に来てほらいないっていう、そういう風にやらないと、で、あのできたら四角に入ってる、次の瞬間にはもう四角入って、彼はなんか取られちゃったと思って行ったらワンステップ置いてから来る形でしょ。だから来た時にもういないないっていう、そういう、それでやる時はもうこっちの方が早いっていう、そういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思うんで、ね、で難しいですよね。あの大体あの武道の技だから、相手こう気にしないで、なんかやこっちが有利になって、なんか先に線をもらってるって感じね。それからこう持たれちゃったからよいしょってやったら、この技だからこうやっていったら来ちゃうわけだし、振りが来ちゃうしっていう形ですね。だから先生なんか見ててもみんなこう先になんかやってるね、先にね、こう先にこう先にやってこうね、先にやってるって感じですよね。で、何やろうかと思ってたんだけどね先になんかやってるね、これで、あのあんまりこのなんていうのかな、武道だから手先、いや何やるかって予測させない、こっちから来るかこっちから来るかって予測させないで、自然とそういうふうになるように、こうパッとこうこうこうね、こうこう自然と見えないところ、こう見えないところ、こう見せてないんだけど実際は入ってるっていうふうにやった方が稽古にはなるんじゃないかなと思うのね。だからこう来てこう、そういう感じね、そういう感じしていけばいいんじゃないのかなと思うんだよね。そういう感じ。それでこう、それで、あの武道とあのこうさよならってこうできるっていう、それでさよならできないと始まんないんでね。さよならできて、そのうちで武道っていうのはさよならできますよ。でもなんていうの、やっつけれるからやっつけただけの話であって、一番身の安全を避難って言いますけど、あのこういなくなるっていうのは一番大事だと思うのね。一番安全なところに避難するっていうけど、で来たでさよならってこう、それが一番大事なんじゃないかなと思う。だからそのために切る練習ね。でこうつながってると次が来るから、だからもう 触るか触らないかと時に切ってさよならって、それがすごく大事。だから切る練習っていうのはすごく大事。こう持たれちゃったら持たれないようにこう持たれないようにで持つ練習してるのね。持たれないために持つ練習してるの、そういうふうに思ってやった方がいいと思うね。そういう感じね。じゃあ切る練習をちょっとやりましょう。こういうね、これ何でもいいから切る練習で、僕は持ってくるんだけど、お持ってたら来たからね、だからこれ切った方がいいで、あの切った時にこうなってらこれ来ちゃうから、だからその時にすぐこうなんかこうできる、こう、まあ、こう来た
時に、でこれ手取りに行くの、あ、もっとね、僕はだけどね、こう来て、蓋こうって取られちゃったら終わり。でこうな倒されちゃったら、こうなっちゃう。だから、とこう切った時に残しとかないの。こうやって残しとかないの。パッてやって、次すぐこれ取られないように。それ大事だと思うんですね。で切る練習、切る練習をして取らせないで、こうすぐ攻撃できるっていう、そういうね形。切ってすぐ攻撃です。こう攻撃。そういう練習をちょっとやりましょう。じゃあ切る練習と切って取らせない練習。それでこういうふうにこういう刃物をこう押さえに行くじゃないですか。でも実際はこう刃物を押さえていくと彼は取りに取る、そうそう、ね、抜いこう例えばさ、こう例えばこうやって抜いてきてで取りに来て嫌だよってなっちゃうね。こう彼が取りに来れば嫌だよってこう切っちゃうとか、必ずほらこうなるから、だからこれ取りに来ちゃダメだって、ダメだと思うんですよ。あのこういうふうに刺してくるつもりでも刺さないから、あのなんていうの、刃物だからね、刃物を追っかけていくのは演武だけでだって言われたんだけど、あの合気道の場合にはこういうふうにやって普通ね、こうやってこうやってやりますよね。でもじゃなくて この場所を標的見せて打たせてやって、それでこういうとこ行ってないの、こっち来てんの、こっちは刺されないだけ注意はしてるけど、やっつけるのはこっち、やっつけるのはこっち、やっつけるのはここじゃない。で打たせて、ほら後ろもらってるの。それでこれはどうでもよくて、でこっちもらってる。で荒田先生じゃないけど、猫聞くとかさ、そういう形でしょ。だからなんていうのかな、こうやんないことね。で来たら本体もらってこういうとこも、こういうとこも。でここは注意してるんだけど、やっつけてるのは本体。そういうことを考えてやってるんですよね。今日は最後だからいろんなことやろうかなと思ったんだけど、なんかできないね。じゃああんまり気にしないで、こう気にしないで、気にしない練習、こう気にしない練習で本体、こっち本体、こっち気にしない練習しましょう。こうやってやらないでね、こう打たせて気にしない、それをボンってここにで、ここ手あるからここにで、これ手来ていいよ、来たらね、もうやれる、そういう状態だけ作っといて、でこう刺されてもすぐ反撃してきて、バーって反撃してくるよね。ほらここは関係ないんだけど、僕はこっちに注目してる、そういう意識。合気道の人はみんなこう、ね、こういうところこそこやるけどさ、ここはたまたまあったんだけど、やってんのはこっち、こっち、こっち、こうね、こっち後ろ入るとか、これここは気づいてるだけ。そしてここ入ってきて、ここね、でこう気づいてるのかな、これ次刺してくるなって、でこうこっちの方がメイン、ここはどうでもいいの、そういう感じでやった方がいいと思うんだよね。じゃあそういう稽古を少しやりましょう。こう刺してこうね、本体気づいてるって、そういう感じね。じゃあちょっと刃物いろいろあると思うんで、刃物でちょっとやりましょう。刃物持ってやりましたけど、一番やっぱり大事なのはなんていうの、あの武道としてやるんだったら、やっぱり首、荒田先生なんか見てるとね、あのこの正中線ですよね、みんなやってんのね。で自分の手はこういうふうに離していったらやられちゃうから、必ず中に入れて、そして正中線をつけてる、そういう感じで、まあ下半身とか腕とかやってんだけど、実際はこういう首、こういうところ、こういうとこね、こういうとこ首に行ってんの、首
あの首より大体ここから上でこれ急所だからね、こう頭揺らしたり、まあこういう、あとこういう、みんな首でしょ大体。 でここは関係なくて、ここは関係なくて、首こういうふうにこう持ってたら、こう自分がこう動いてくるからことによってこう詰まってくるっていう、そういう形だから。で、武道として考えになったら首だと思うんだけどね。であとは標的見せる、こう打ってないと、こう打ってくるから、こう打ってくる作業があるから、こういうところ取れるとか、そういう形だから、これ打たないでこうやってできないんだよね。で打ってくる姿勢があるから、こうさばけるっていう、そういう稽古方法だからね。だからその辺があれですよね。でこういう刃物とかいろいろそういうあるとすごく分かりやすくて、で本当はこういうのなくてさ、こうやってこうやってなんかこう首なのかな、いつもこういうところを見せてんだけど、こう首なの、こういうとこ狙ってるのはね。で首ポキンってやったら折れちゃって、壊れちゃって死んじゃって事故になっちゃうんだけど、本当は首ですから。刺されないことと気がついてることと、あと首、こういう首ね、首なんかやるんだけど、首だったらこうとかいろいろできるけど、要は危険だからやらないだけでね。合気道は殺し合いから来てるそうだけど、首だと思うんですよ。まず第一優先はね。で刃物を避け、刃物を気に気づきながら首をやっつける、そういう形だと思うんですよね。あとじゃあ15分だから、じゃああと少し、じゃあ自由にやりましょう。こうね、首なんだけどやらないの、やらないで、首なんだけどやらないのってこうやってんの、それ練習方法。でも意識は首、重心っていうか首っていうか、で刃物に相手のキック、こうやってむやみに入ったらこれね、そうこういうふうに来るよね。だからむやみに入らない、でこういつも気がついてる、こういう手とかこういうとこ気がついてる、で来ないように、そう来ないように落としちゃう、そういう形ね。でいろいろ、まあ結構楽しいから、あれをやっていろんな形でね、いろんな形あるから、でこう例えばこう内側から入んだって、これねバーンって回ってこうやって打ってくるよね。でそういうのをこう、ああやばいってこう打たせないようにして、この手を妨害じゃないな、この手を使ってこの足が出てこないようにしてるっていうか、そういう形だよね。それでこう中に入っていっちゃうとか、落ちちゃうとか、そういう形だから、そういうことをまあいろいろじゃあやりましょうね。こうやってて、まあこうね、首ね、なんだろう、首ちょっと首、相手の首をもらおうとしてるとすごい余裕が出てくるから、手もらおうとしてるとすごい大変、でも首に来てたらもうすごい余裕、僕の余裕ね。だから重心は首にあるっていうふうに思った方がいいですよ。じゃあ少し自由にやりましょう。あと3分間ぐらい。